こんにちは。みんなの写真塾講師の大野智美です。今日は奥多摩に来ています。今回のテーマは風景です。山や森の自然の風景を例に、風景撮影のコツやアイデアを様々に紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。山へ写真を撮りに来るときにはですね、まあ、レンズは例えばまあこういったズームレンズで、これは今、広角ですね、35ミリから16ミリまでの広角レンズです。こういった広角系のレンズから、あとは、こういった望遠レンズですね。これは、ちょっと70ミリからまあ、300、まあ、ここまでなくてもいいですけれども、まあ、こういった望遠系のズームレンズですね。こういうふうに、まあ、広角もあればいいし望遠もあるといいんですけれども、はい、さらにですね、こういった山だとか森に来た時っていうのはこう植物ですね、こういった小さなお花とか植物、こういったものもこう撮りたくなりますよね。草花なんかはですね、やっぱり花が小さいので、これは、マクロレンズですね。マクロレンズですね。小さいものを大きく、映すことができますね。近くまで寄ってですね、大きく映すことができるレンズです。こういった、マクロレンズがあると、こういったですね、小さいお花だとか、草だとかも撮影できるので、便利ですね。はい。今ちょうどですね、それで、こちらに花がですね咲いてますので、この花を、撮ってみたいと思います。はい、こういった小さい花を撮るときはですね、花が小さいこともあるけど、ちょっとこう風が時々こう吹いてきたりしてですね、こう花が揺れたりしますので、手持ちでこう撮ってもいいんですけども、三脚に据えた方が、ブレたりボケたり、そういったことを防げるんですね。なので、はい、こういった、三脚もあるといいんですね。三脚ですね、はい、では三脚に据えて、このマクロレンズを使って撮ってみたいと思います。この三脚はですね、この雲台のカメラをこう取り付ける部分ですね、外れるんですね。これを外して、このカメラ側にこうつけます。これをカメラにつけっぱなしにしておくとですね、いつでも手持ちで使ってて、あ、三脚が必要だなと思ったら、ここにこうワンタッチでつけたり外したりが簡単なんですね。なので、最初からこうつけておいて、手持ちで撮影し、あ、三脚が必要だなと思ったらパッとつけるということができて、こういったタイプの三脚は便利ですね。また三脚のその性能の中にこの高さっていうところがあって、どこまでこう高くすることができるかっていうことをよく書いてますけど、実はもう一つこう低さ、最低どこまで低くなるかっていうことも書いてあって、それも大事なんですね。それはなぜかというと、まあ、こういったこのお花は今すごく低いところにありますね。こういった低い位置にある、小さい花だとか苔だとか、そういったものを撮るときなどはに活躍するんですね。この低さっていうことも大事です。どこまで下げることができるかですね。で、この三脚はですね、ここまで今一番
短くしてて、ここまでの高さまで下がってますけれども、これは実はこうやってスライドさせるともっとさらにここまで低くすることができるんですね。はい、なんとここまで低くすることができます。こうするとですね、今一番そうですね低いお花でここにありますけれども、まあ、このくらい低いものでも、三脚に据えて、きちんと構図をとってですね写すことができるっていうことですね。はい、さあ今は、まあ、こちらのお花を取ろうかなと思うので、ここまで下げなくても大丈夫そうですかね。よっ、ちょっとね風がこう吹いてこう揺れますよね。ちょっとシャッタースピードなのでちょっと早めですね。今125分の1にしましたけど、もうちょっと早くてもいいかな。背景はちょっとぼかそうと思うので 2.8 ぐらいかな。カメラの設定はですね、今このお花を撮るのに背景にもこのお花がこういっぱいこう咲いてますけれども、このお花をどれだけそのぼかして撮るのかっていうところで、後ろのお花もくっきり撮りたかったら絞って撮りますけれども、今私は少しぼかして撮ろうと思うので、F2.8 小さい数字ですね。絞りの数値が通常まあだいたい 5.6 っていう数字のところをですね、そこからこう小さくしてすると、後ろが大きくボケてくるんですね。はい、なので今 2.8 ぐらいにしました。で、そうしてで通常よくですね、ダイヤルが AV とか A とか、絞り優先モードで、撮って絞りをいくつか決めて撮ったりするんですけれども、今このお花はですね少しこう風でこう揺れてるんですね。なのでシャッタースピードをカメラ任せにしてたら花がブレるっていうリスクがありますので、私は今この場合は設定をマニュアル M にしてですね、シャッタースピードも両方こう設定しようと思います。今少しですけどこう、ね、風でこう花がこう揺れてますよね。はい、揺れてますけれども、これをこう手でですね、カメラをもしこう手でこう構えてたらずっとそのいい構図的にですね、例えば真ん中なら真ん中にちゃんとこう来るまでこう手でこうやってねこの状態でこう待つんですけれども、三脚に据えてたら、カメラは三脚に乗っているので、ここから覗いてちょうどいい場所に来た時にシャッターを押すことができます。もうちょっと絞ってもいいかな。はい、よいしょ。はい、このようにですね小さい花を大きく、そして真ん中に持ってきて写すことができました。おお、なんか突然現れましたけど、山を歩いてるとやっぱりこう結構こういう大きな石とか岩とかゴロンとね出てきたりとかして、やっぱこういうの見るとやっぱ迫力があるし撮りたくなりますよね。他にも、まあ、木の根なんかでね、大木のこう木の根っこがこう張ってるとかなんかもそうなんですけれども、まあ、そういったのを、撮りたいと思った時に、まあ、その大きさとか迫力とか、まあ、そういった、まあ、こういった力強さみたいなところもそうですけどを表現したい場合は、まず、まあ、そもそもこう
大きいっていうこともありますけどね、広角レンズをつけたいと思います。はい、今ですね、まあ、同じ広角でもですね、35mm、最初ですね 35mm で、撮影、そして自分のこの目線の高さから、35mm レンズで撮ったのがこの写真です。はい、このさらに広角にしてですね、16mm にして、ぐっとこう近づいてですね、そして下からこう煽って見上げるようにして、撮影したのが次の、はい、この写真ですね。はい、この方がですね、ずっと、迫力が出る、表現になったと思います。